さて、年末年始は高校スポーツの全国大会が目白押しです。今月27日には全国高校ラグビー大会が大阪花園ラグビー場で開幕します。全国最多72回目の出場となる秋田工業の監督や主将が大会への意気込みを語りました。今日は秋田工業高校ラグビー部の監督やキャプテンが秋田放送を訪れました。全国最多の72回目、5大会連続で年末の花園に挑みます。今年の秋田工業は従来の強いフォワードを軸にしながらバックスも一体となったアップテンポなラグビーを目指してきました。突破力のあるナンバー8三浦颯太主将やフランカー伊藤愛希選手、フルバック安田新平選手の3人が高校日本代表候補で、県予選の決勝では金足農業を完封、5連覇を達成しています。秋田工業はおとといの抽選会で今月27日山口県の高川学園と1回戦で対戦することが決まりました。高川学園は2大会連続2回目の花園出場です。山口県防府市にある中高一貫校の高川学園は中学のラグビー部を復活させてから近年急速に力をつけ、去年花園に初めて出場しました。今年はフォワード、バックスどちらでもトライを狙えるチームで、圧倒的な強さで山口県大会を制しています。秋田工業は今の3年生が1年生の時、3月春の全国選抜大会で対戦していて、その時は12対18で敗れました。常に全国大会を視野に入れトレーニングに励んできた秋田工業、特に県大会終了後はぶつかり合いで負けない個々のパワーアップに力を入れ練習を続けてきました。最近は本当にもうそのどんなメニューに対してもひたむきに顔つきも変わってきてますし、行動も変わってきてるというのを感じるので、これからますます成長してくれるのかなとは感じています。花園で勝っている姿をみんなに見せたいなと思ってます。目標はどういうところに置いてますか？目標はベスト8以上です。全国高校ラグビー大会は27日に開幕します。秋田工業15は19日に秋田を出発し、関東での合宿を経て大阪に向かいます。